初めに、ツイッターなどでも、ツイッターとかで告知させていただいたように、今日はいつもと違う場所から、配信しておりますので、ちょっとあんまり大きい声で歌ったりとか、大きい声で話したりとかできない場所なので、ちょっと今日はトークだけや小さく歌ったりなどさせていただきますので、よろしくお願いします。その中でも見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。お時間作って見に来てくださってありがとうございます。はい、ちょっと事情があって、当分ちょっとの間だけこういった形の配信になると思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なのでほとんどトークだけど、皆さんのご質問とか話題とかで30分ぐらい、9時半ぐらいまでお話しさせていただいたり、ちょっと歌わせていただこうと思います。はい、全然コロナは関係しないです。コロナは濃厚接触者になってとか、コロナになってとか、よろしくしてありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。すみません、全然お礼言ってなかった。ありがとうございます。で、ありがとうございます。かわいい。あ、これ音楽鳴るやつや。でしょ？多分、音楽流れ。あれです。で、コロナとかが関係してるわけでは全くなく、また別の、事情で、ちょっとお話はできないんですけれども、場所が違うので、ちょっと違うところに、少しの間、はい。あ、全然、口内炎ではなくて、はい。口内は大丈夫です。ちょっとまだ痛むけど。はい、ありがとうございます。椿さん、ありがとうございます。ありがとうございます。椿さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よし、じゃあ、いろいろと、言えないので、すいません。はい。ただ、大丈夫です。なんて言うんだろう。難しいけど、あんまり深く考えないで、気楽に、へーって感じで、大丈夫です。はい。では、小声で大丈夫かな？多分大丈夫なんですけど。ふねこさん、ありがとうございます。まさくんさん、ありがとうございます。OK、じゃあ小声で自分次第先じゃない？今の自分に満足する。
がとうございました。なんかいいんじゃない？お酒じゃない？なんかよかったよかった、はい、ありがとうございました。オリジナル曲自分次第にした、ありがとうございました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんポチポチありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。タタさんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと足びれてきちゃった、よっ殺して。はい、犬くんさんありがとうございます。ありがとうございます。アップだからちょっと顔が大きく見えちゃって恥ずかしいけど、あんまり気にしないで。ちょっと最近食べ過ぎてて太っちゃったっていうのもあるけど、はい、ありがとうございます。よさげですね。改めましてこんばんは、オリジナル、改めましてこんばんは。今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございます。ちょっと事情があって当分別の場所で違う部屋で配信させていただいております。あと大きな声が出せないので、こうやって小さな声で歌ったりとか小さな声で話したりさせていただくので、ちょっと聞き取りづらかったりするかもしれませんが、よかったら聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、まねこさんありがとうございます。ささやくな自分主体席ありがとうございます。よかった、なかなかない。はい、スプレープリンめっちゃ美味しかったです。はい、よかったって私が作ってないけどね、美味しいですよ。前も食べました、うん、美味しくて結構リピートしてます。あれも食べてよ、あれがあげようと思ってて、ポンポンプリンのポンポンプリンのキャラメルなんたらなんたらみたいな違うバージョン食べました。あ、今日はスプレープリン食べました。方多いですね。売れ切れになっちゃう、品薄になっちゃうね。急にあれじゃない、なんかグラフ的なので、あのスフレプリンだけちょっとボーンってなってるかもしれない。はい、うん、すごい美味しいです、スフレプリン。なんて言うんだろう、味に飽きないっていうか、食べるのにも味が飽きなくて、うん、初めがその上の層がなんかスフレで、スフレでなんかシュワシュワシュワみたいな感じので甘くて、で真ん中にカラメルがあるからちょっとまあ苦が美味しいみたいな感じ で下がプリンなんだけど、でもスフレよりか甘くないからなんかバランスがいいんだよね、すごく。あ、ポムポムの方が好きって方が多いかな。食レポ上手じゃない、結構食レポできると。王さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。なかなかさんありがとうございます。これ初めて食べた時は衝撃的ですよね。ぜひ機会があったら食べてみてください。はい、ネロケイさんありがとうございます。今日見かけたけど買わなかったので今度買って食べてみます。よかったら、よかったらって、私全然なんて言うんだろう、案件っていうのが、案件もらってるわけじゃないから、全然普通に美味しいから、うん、昨日恵方巻き食べましたか？数日分だけど特に何もしてなくて、あちゃーってなってました。うん、恵方巻き食べるの忘れてて、食べればよかった、そう、今日の朝後悔してましたね。え、豆まきとかしました？うん、あ、子供、お子さんと一緒に作られた方いいですね。ローソンの絵本巻き鬼滅のコラボでしたよ。あ、へえ、鬼滅、ローソンあんまり行かないかな、近くにないから。ローソン結構鬼滅とコラボしてますよね。玄関前が豆だらけになってました。
ね、胸が退治できたかもしれない。帰ったらみんな寝てました。あ、明日はマキマキしようかな。いいですね。私もマキマキしたいんだよね、恵方巻き。確かに豆巻きは片付けが大変だね。豆を年の数だけ食べるの大変ね。年、あ、自分の年か。あ、で私は17個食べればいいってこと。微妙な数だね、17個。その17個、なんていうの、結構量が入ってるのしか買えないと思うから。あ、でも今食べたら意味ないのか。あ、豆は小袋のまま投げて。あ、その方が片付けやすいし。あ、そうやられてる家庭も見たことあります。どっかの動画とかで。頭いいなって。頭いいなっていうか、うん、片付けやすいし、なんか豆代わりになんか紙丸めたのとか投げたりとかね。恵方ロールケーキいただきました。美味しそう。ロールケーキも美味しそう。邦楽見ました。今年って邦楽どちらですか。うちはチョコ巻きになっ、それも結構大変じゃない。チョコ巻きって大変。北北西、北北西か、北南東西やから、北南東西だから、北南東西だから、こうか、私から見てこうだから、北南東西だから、ここずっと分かんないけど、そうだよね。こっちだね、ほぼ北。ああ、結構何等分になるのかな。1、2、3、4よくわかんないけど、そんな感じね。岐阜の方ね。あ、わかったわかった。あ、了解了解。ああ、はい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 多分合ってるよね。でもこうするとどっちか全然分からん。自分が今どこにいるのかも分かんないから、どっち向いてるのかなって。どっち向いてるんだろう。日が昇った時ぐらいしか分かんないよ。夜とか分かんないし。はい、よし。なんかすごい話がすごいね、方角の方に行っちゃったけど、窓が多い方が南だと思うよ。窓か。あんまり意識したことないか。あ、でもじゃあ分かった、南だ。南だわ。なるほどね。全然気にしたことなかった。なるほど。あ、じゃあ自分の家とか南がどっちか分かるわ。あ、感動。あ、感動だからか。なんで、あ、感動だからか。なんか今感動しました、すごい。なんか教室とか学校の教室とか、あの窓があって、でこっちが廊下側ってので結構わかりやすいじゃないですか。だから窓側が南ってことでしょ。そしたらだから授業の時とか、みんなどっちが南って言った時にこっちってわかったんだね。私全然分かんなくてない。みんななんかすごいなんか共通して分かってることがあって、私だけ常識がないのかなと思ってて、ずっと小学生の時とか中学校の時とか、それだけすごいなんか心残りだった覚えがあるから感動した。今分かった、全然知らなかった。どうしよう、バカなのかバレちゃう。なるほどね。でもみんな頭いいなと思ってた、みんな頭いいなと思ってて、なんでそのすぐにパッて南とか北とか分かるんだろうなって思ってた。あ、確かに北校舎とか呼んでるね。
ちょっと頭回転させればよかったのか。よかったのか。ちょっと反応速度が遅いからね。そういう問題じゃないのかもしれないけど。はい。あ、でも私、方向音痴っていうか、ね、北口と南口、毎回改札口とか東京の方とか、間違えて出ちゃうから。そこからなんですよね。はい。これ以上話すと私があまりにも常識がない人っていうのが、だんだんとバレてきちゃうから、ちょっとあまり深く話さないとこ。はい。よし。知ってる？はい。でね、昨日アップさせていただいた、あれかな、昨日だっけ、あ、違うの、一昨日か、アイカツの、動画見てくださってありがとうございます。うん、なんか急に路線変えたって、そう、さっきコメントとかでもね、コメントくださってて、うん、ずっと撮ろうかなって迷ってた曲ではあったので、アイカツすごく好きだった、好きっていうのも、まあ結構前にツイートとかカードとかしたことあって、で結構アイカツはラブが強いんですけども、ずっと歌いたかったなっていうのがあって、うん、だから歌ってみました、踊ってみました。はい、やっぱりね、ちっちゃい頃はね、アイドルとか憧れたりとか、アイカツは私世代だから結構アイドル憧れてて、一時期アイドルになろうとした時期もあったんですよ。ピピさんありがとうございます。踊れるのかな、あれ踊れてるのかわかんないけど。はい、うん、昔はね、一瞬アイドルになろうと思ってた時期もあって、うん、けどいろいろな過程があって今歌やってるんです、いやね、歌えてるんですけれども、今もいける、今からでもいける。ちょっとやめときます。うん、だからそういったゆるい動画とか、まあそういった中で踊ったりとか、踊ってみたぐらいの程度ではやろうかなって思ってます。はい、だからまああくまでシンガーソングライターで、うん、なんかたまにアイドルですかって聞かれることあるけど、今回で確信させちゃったかもしれない。アイドルではないです。陽心さんありがとうございます。踊り可愛かったよ。ありがとうございます。あれでも結構一生懸命にやってて、結構撮り直してたんですよ。うん。ね、歌って踊れるシンガーソングライターだったら、あと何がいい？何が、はい、演技やね、やっぱ。うん、いろんな方面から知っていただけてたりするのもすごく大事だと思うから、いろんな方面で挑戦していこうとも自分の中で思ってるので、うん、そうだね。はい、踊れる人のダンスでしたよ、ありがとうございます。もうちょっと練習したら結構いけるかも。のりさんありがとうございます。ありがとうございます。トークもできる、トークもね、いや、もうちょっとでもまだ足りないかもしれないけど、もしかしたら何かしらの司会とかのお仕事とかいつか来たりとかね、したら嬉しいですね。司会は無理かな、厳しいかも。歌う人は演技もできる。じゃあもしかしたらもうちょっと吹っ切れたら、まだ恥ずかしさがあるから、もうちょっと吹っ切れたら演技とかもうまくできるのかなって自分の中でもちょっと思ってたりとかも、まだ恥ずかしさがすごいから。あやさん、いいね、100個もありがとうございます。ありがとうございます。
福田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。だから今のうちにちょっとずつ練習だね。セリフが入ってる歌とかでちょっとずつ。はい、ナイスも128個もありがとうございます。皆さんありがとうございます。うん、コルマさんありがとうございます。はあ、司会を出演者がフォローする進行が すごいことになりそう。うん、よし、うん、いろいろなことにチャレンジしていて、多方面から知っていただけて、どんどんね有名になれたら嬉しいなって思います。はい、ではそろそろ一曲、静かな曲歌わせていただいて、オリジナル曲を静かに歌わせていただいて終わろうかなと思います。ちょっと待って、足しびれて、足しびれて、今しわってきてる。ああ、しわってきてる。よし、セルフ入りのオリジナル曲、あ、いいですね。ちょっと考えたことはあるんですよね。でも、したらあれだったからもうちょっと頑張ってみます。はい。よし、タレオさんみたいな感じのね、もうあれエモいですよね。よいしょ、あ、正座じゃなくてちょっとあのギターで血流が止まっちゃってたので大丈夫です。ギター結構血流が止まっちゃうので、乗せると私のあれ持ち方か乗せ方がいけないのかもしれないけど、はい、ではギターじゃないかな。オッケー、いてていて、ギターさんありがとうございます。そう、今ロックな感じのかっこいい感じの曲も少ないというかまだないから、そっちのいろんな、とりあえずジャンル、自分のなんて固執しないでいろんなジャンル試せたらなって、本当多方面からね意識して頑張ろうと思って、最終的に自分の、うん、なんて言ったらいいんだろうね、難しいけどそんな感じっていうのを思っていただいて、一緒に共有できて応援していただけたら嬉しいなと思います。はい、ではそうですね、カバー何にしましょう。あいみょんさん、うん、踊り子糸、ありがとうございます。うん、作ったことない曲だったらどんなのか、ラップとかラップちょっと興味があって憧れたりするけど、こんな滑舌が悪いんだったらちょっと要練習が必要とかかなってうん、ちょっと軽いラップが入ってる、ラップ調みたいな感じのが入った、うん、感じの曲とかもあるじゃないですか。そういうちょっと軽めなバリバリのラップじゃないけど、いつかなんかちょっとかっこいい感じのね、そういうの入れ込めたらなんか、なんて言うんだろうね、うん、多分ガチガチのラップじゃなくて、うん、ガチガチじゃなくてちょっと歌に入れ込んだ感じのなんて感じかな、うん、かっこいいよねっていうのを憧れ、ちょっと憧れ持ってたりとかもするけど、できるかわからない。はい。どうしようね。で、さっき何っけ。うん、春の日。春の日？踊り子？踊り子？踊り子？ハート？
ドライフラワー糸ファーストラブ虹確かなこと、時間ももうすぐ来ちゃうから、ちょっと静かめな曲がいいですね。アップテンポでもバラードに変えて歌ったりとかするかな。あ、ドライフラワーの英語バージョンもねリリースされてましたね。ちょっと聞きました。海外までもねすごい。どうしよう、踊り子かな、踊り子。ちょっとコードが立てれないのでちょっと下向いちゃうけど大丈夫かな。あ、春の日も良かったね。ワンコーラスワンコーラスずつがいいかな。あ、またちょっと伸びちゃうかもね。よし、じゃあバンディさんの踊り子出していただきます。あー、名残雪もいいですね。よし、ではお待たせしました、バンディさんのグリコ出していただきます。ネットの中に置いてきたようなことが一つ二つ浮いているけど、ねえちゃんと拾っておこう、はしげて忘れてしまう前に回り出したあのこと、僕が僕の未来が止まりどっかでまたやり直せたら、回り出したあのこと、僕が被害者でどこかを踊り子でした。ありがとうございました。リクエストありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございました。じゃあカバー最後、愛野さんの春の日ワンコーラス出していただいて終わろうと思います。あ、違う。あとはオリジナル曲1曲、静かめな曲出していただいて終わろうかなと思います。はい、ありがとうございます。北千住駅のプラットホーム、銀色の改札、思い出話と思い出昔、腰掛けたベンチで素敵に笑っている焦らない
がこちらを覗いてるから、君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるかな。ほら、もうこんなにも幸せ、いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしていこう。はい、ありがとうございました。あいみょんさんの春の日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。いや、よかったよかった。大吉さんありがとうございます。椿さんありがとうございます。久しぶりの春の日と静かな調子、なんとも言えないですね。ありがとうございます。マジルキノコさんありがとうございます。確かになんか不思議な感じ、なんかなんて言うんだろうな、初めに戻った感じする。なんて言うんだろう、配信始めた頃に戻った感じが自分の中でする、すごく。ありがとうございます。みなくんさんありがとうございます。つぶさぴーさんありがとうございます。ソロテンポいいですね。ありがとうございますね。ソロテンポいいですね。マシーさんありがとうございます。初めがね、初めでね、あの結構ふわっちゃうし、初めての時とかこうやってやってました。で、今はその大きい声が出せないからってので、ヨモニコさんありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。初めの方まだね、あの私のこと知らないよっていう、知らない皆さん多分ほとんどかな、まだ皆さんにどうまだ出会ってないというか、そう、まだこうやって来ていただいてない時、初めの方の一番初めの配信かな、中学2年生の時の配信、一番初めにフォアチ配信やったんですけれども、それで結構こういう感じで本当ちょっと歌って終わるみたいな、で緊張とちょっとなんか慣れないっていう気持ちと恥ずかしさがあって、こういう普通の家でも、普通の家っていうか、普通自分の部屋でもあれ、こういう声の調子で喋ってたりとか、歌もこういう小ささで歌ってたりしたので、それで初心を思い出して、そう、ね、たまにはいいですね。だから本当始めたての頃にそっくりなんですよね、今の感じ、今日の感じ。初めはね、自分の部屋のベッドの上でなぜかやってたなんでか知らんけど、なんか三脚を足で支えながらかな、なんか何で母に支えてもらってたのかな、三脚か、それとも三脚がまだなかったか、それで必死に、あ、ありがとうございます、さ、何々さんありがとうございますって。でもやっぱり始めたてはなんかちょっと、なんて言うんだろう、くじけちゃいそうな言葉も多くあったから、そこで一回挫折しちゃったんですけど、また始められてよかったなって思ってます。はい、よし、今はねすごく温かいコメントばかりで、ね、皆さんがコメントしてくれるので、こうやってできてたりするんですけれども、はい、では最後、ちょっと時間過ぎちゃったけど、オリジナル曲出していただいて終わろうと思います。片思いの歌か、片思いの歌って最近歌ってない気がする。
番でいいよ。ごめんなさい、もう一回いきますね。ごめんなさい。頭の中は都合がいい。言いたいことを全部伝えられるの。あなたも期待通りに返してくれる。無関心なふりをまたするから、そうけなくなるから、違うの、こんなはずじゃなかった。ああ遠くて近いの、近くて遠いの、気持ちが溢れてどうにもできないや。辛いと幸せは鏡合わせ、遠くて近いの、近くて遠いの、一度でいいからあなたの隣へ。辛いだけれど幸せだった。もう少し好きなままで幸せな時間を。オリジナル片思い歌でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。聞いてくださってありがとうございました。たくさんね、パチパチ歌ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。では今日はここまでで終わろうと思います。いつもより短い時間でしたが、ね、お時間作ってくださって、でね、ちょっと聞き取りづらかったりとか、本当ご放映で申し訳ないなっていう部分もあるんですけれども、はい、その中で配信するって言ったら皆さん来てくださって、ね、聞いててくださって、最後まで聞いててくださってありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ご応援していい感じでした。ありがとう、こちらこそありがとうございます。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ちょっとの小声になるんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、ではお疲れ様でした。おやすみなさい。温かいコメント、リクエスト、プレゼント、ナイス、ありがとうございます。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。3、2